タルという歌詞をご存知でしょうか。もちろん、マキーちゃんは、はい、ご存知です。はい、流されたマキーちゃん好きでね、はい、好きなんですね。ミコマキーと高田渡るのがこれもまたなんかなんて絶妙に合うんですよね。なんとも言えない、なんともあれがカレーにマヨネーズ入れるの、どうかなって、どうかあれあれ、なんか食べたら美味しかったみたいな。そうだね、やったことはない。そう、人間チャレンジは大事ですよね。なんつってまた言っちゃった今日2回も言って2回も言って買いかぶった。じゃあ、スラザーゲンという歌があります。東一番町ブラザー犬、ガラスのレンガキラキラ波打ち、あたり一面氷を噛む音、死んだ親父が入ってくる、死んだ妹を連れて氷水食べに僕の脇へ、色あせたメリンスの着物、おできいっぱいつけた妹、ミルクセーキの音にびっくりしながら、細いすね出して、細いすね出して、椅子にずり上がる、椅子にずり上がる、外はあの紺色の七夕の夜、太った親父は小さい妹を眺め、満足げに氷を噛み、ひげを拭く、妹はさじですく、白い氷のかけら僕も噛む、白い氷のかけら、二人には声がない、二人には僕が見えない、親父はひげを拭く、妹は氷をこぼす、のれんはキラキラ、風鈴の当たり一面氷を噛む音、死者二人連れ立って帰る僕の前を、小さい妹が先に立ち、親父はゆったりと、二人には声がない、二人には声がない、二人には僕が見えない、僕が見えない、東一番町ブラザー犬、七夕の夜、キラキラ波打つガラスの帘の向こうの闇に、
そんな笑うことですか。最後の曲に入ります。なっちゃいました。イエーイ、最後の曲になっちゃいました。悲しいよ。時間経つのは早いもんね。今日はお付き合いくださった本当にありがとうございます。でこの後も、本田慎三さんと続くプラジェクト、最後出演者全員で、ノーピオンエビンズドアって言っちゃっていいのかな。セッション、代打的なセッション。楽しみが言わない方がいい。初めまして、日本版って。不思議な話が。今日は、はい、というわけでなんちゃって終始それだね。じゃあ最後はね、しっとりと、マッキーと私と作りましたピドピドピドという曲をやります。これもね、眠りを誘うようなちょっと静かに作るんですけど、由来はいい。ピロピロっていうののこうなんかそのヒポリモンっていう楽器がピロピロ言うのが言うのと、あの枕のピロです。あんまり分かってない。なるほどっていう感じのどよめきが。ピロピロロ。